貝月です。本日はまだ解決できていないんですが、情報共有ということで動画を公開させていただきます。昨日視聴者さんからコメントいただきまして、Galaxy Note 8の YouTube で 60fps 対応の動画が 60fps で再生できないんですとのことでした。 FPS とはフレームレート、つまり単位時間あたりのフレーム数を示す単位で、ざっくり言うと1秒間の動画に60枚の静止画が使われているよという意味になります。今までの動画はだいたい 30fps と言われているので、それに比べて 60fps の動画は映像がヌルヌル動くと表現されたりします。いただいたコメントを読んで私も確認したところ、確かに Galaxy Note 8 で YouTube アプリを開き 60fps の動画を視聴しても 60fps が選択できるような表示はありませんでした。こちらが今 60fps の動画なんですが、こちらの上の方から画質を選択できます。ね、自動 144p から 1440p まで選択できるんですが、通常この横に60と表示されているのが Galaxy Note 8では表示がされていません。試しに同じ動画を Galaxy S8、 これ au 版の Galaxy S8 ですが、こちらで視聴したところ、はい、画質を選ぶ場合このようにですね、720p 以上で 60fps が選択できるようになっています。はい、ありますかね、この720から60という表示がされています。 iPhone でも同じ動画を見るとこのように iPhone の場合は下から順番に表示されていますが、 1080p の60ということで、 720p の60、 1080p の60が選択できるようになっています。MVNO の SIM を挿しているこちらブラックベリーキー1で調べても 720p の60が選択できるようになっています。つまり Galaxy Note 8だけが60の表示がないということですね。試しに他の動画を選択してみても、やはり60の表示はありません。ということで、昨日ドコモさんにこの症状をメールで報告したところ、今日になってお手すきの時に電話をいただけないかとメールで返信をいただいたので電話してみました。当初電話を受けてくれた方から専門分野の人につないでいただいて、いわゆるドコモの中の人と都合30分くらいお話をしました。同じドコモ版のノート8を準備いただき、同じ動画を見ていただいたんですが、確かに 1080pという解像度まで示されていて、フレームレートは出ていませんと返答があったので、実はこれは設定からアプリを選択して YouTube アプリを選んで、このストレージにキャッシュという欄があるので、キャッシュを消去するとこの 1080p の上の 1440p が選択できるんですよとお伝えして、私はキャッシュを消去すれば解像度はもちろんフレームレートも表示されるようになると思ったんですがとお話ししました。対応いただいた方にもキャッシュを消去していただいて 1440p まで解像度を選択できるようになったんですが、やはり60の表示は出ないということで、その後もいろいろとお話ししましたが、結論を言うと現状では解決策が見られないので上のものに報告しておきますということでした。非常に丁寧にご対応いただきましてありがとうございました。電話の感じからするとドコモさんの内部でもこの情報は今まで知らなかったというか、共有はされていなかったようです。今後についてメールや電話をいただけるか分かりませんが、私の方でも定期的にチェックして何か新しいことが分かれば、こちらのチャンネルやブログ、ツイッターなどでご報告させていただければと思います。一説によると SIM フリー版の Galaxy Note 8は 60fps で再生できるようなので、キャリア発売された Note 8が何らかの理由で再生できないようになっている可能性もあるようです。はい、本当にね、皆さんにいろいろと教えていただいて成り立っている当チャンネルでございます。常々申し上げておりますが、私の場合動画作成はアウトプットではなくてインプットだと思っています。いつもいろいろと教えていただいてありがとうございます。
もしこの件の解決策をご存知の方がいらっしゃったら、ぜひコメントで教えていただけたら嬉しく思います。それ以外にも些細なことで構いませんので、例えばお前の iPhone X のディスプレイ保護フィルム超絶ダサいねでも、お前の Apple Watch のバンド超絶ダサいねでも、何でも結構ですので、コメントいただけると嬉しく思います。ということで今回は情報共有の動画をアップさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。ではまた。